二川駅は、兵庫県宝塚市二川北三丁目にある、阪急電鉄今津線の駅。阪神競馬場の最寄り駅でもあり、競馬開催日は混雑する。駅番号は、HK-25。相対式ホーム2面2線と、上り線の宝塚よりに校舎用の短式一面の、臨時ホームを有する地上駅。宝塚側に引き上げ線があるため、停留所ではない。 各ホーム間は南北2カ所の地下道により連絡している。競馬開催時に混雑するため前期の降車用、臨時ホームのほか、臨時改札口などが設置されている。かつては配布用ポケット時刻表にも臨時ホームを使用する可能性のある列車を記載していたこともある。改札口は東西2カ所設置されている。メインとなるのは東改札口で窓口、自動券売機、 売店、トイレが設置されている。競馬場方面の出口でもあるので、多数の自動改札機が設置されているが、競馬場が開場していない日は、窓口寄りの5機のみ使用している。東改札口付近には、券売機が3台しか設置されていないが、競馬場へ向かう地下通路に券売機コーナーが設置されており、競馬客は主に地下通路で、乗車券類を求めるようになっている。 西改札口は駅員務配置で自動券売機が2台設置されている。2002年にバリアフリー対応工事が完成し、南側地下道とホームを連絡するエレベーターが2基、設置された。両改札口からいずれのホームへも階段なしでアクセス可能となっている。元々は現在の東改札口が臨時改札口で南側の連絡地下道にあった。 地下改札口がメインであった。また、北側の連絡地下道は、競馬開催日のみ使用されていた。その後、東改札口前が再開発され、駅前ロータリーが整備され、路線バスが直接乗り入れるようになるなどしたため、東改札口がメインとなった。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、 宝塚方面が1号線、西宮北口方面が2号線と表示されている。このほか競馬開催時の際に使用される、校舎用の臨時ホームが、宝塚よりにある。2019年の通年平均の乗降人員は24,998人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通り。 宝塚市と西宮市の市境をなす二川が流れている。また、二川渓谷は市街地からすぐにハイキングに行ける行楽地としても名高い。二川駅前バス停があり、阪急バスの路線が乗り入れる。90.91系統については2008年3月31日まで試行運転扱いであったが、4月1日以降は平日土曜。 休日ともに1日に往復へ減便となる。また、2021年4月3日改正で35.36、系統の高等園発着は廃止となった。ありがとうございます。